ちゃんこんちゃこんでこんちゃ、はい、改めてねクリスマスマルシュバクバク記念公演記念に集まってる皆さん楽しんでますか？ここで拍手ください。初めての方もよろしくお願いします。はい、先ほどねケイシーさんとかねあのいろんなねダンスショーケースをしてねあのお客さんのステージなんかもありましたけども、僕から僕たち今日の観光大使をしておりますウィズダムがライブをさせていただきたいと思うので、皆様ここから2、30分間お付き合いください。よろしくお願いします。Yeah.
という曲を歌います。皆さんの心に届けることを思ったので足を踏んでください。みんななんかもっと真面目なんですけど
今日はこのぐらいで終わりにします。そうなんですよ、ちょっとまだボケるかなと思ったでしょう。しないです今日はね、ほんまに懐かしい人たちもいたり、僕らは新しく、今日は新しく出るよって言ってもさ、新しく出るよって言ってましたから、してるんじゃないか、僕はそんなことなんですか。そうそうそう、僕もどっちも迷ったんですよ。お互いにそういうことなら迷う。初めて人数を話してって言ってますか。ありがとうございます。ありがとうございます。意外と、みんな出れてるのかな。そうですね。軽く自己紹介させていただきます。それがね、会議は大好き、ようです。よろしくお願いします。好きだもの好きだと
人の好きになる怖さと幸せを知って見たことのない自分と初めて出会った。私を笑わせるのかならば私を傷つけるの全てかもなんだけど、どうも披露してもらえしない。ありがとうございます。
ありがとうございます。今ね、歌わせてもらった楽曲の方はですね、YouTube の方に、ございます、過去の楽曲、ね、そしてね、1曲目で歌った運動の方はね、サブスクリプションなどにも、やってまして、そして YouTube にね、ミュージックビデオがございますけども、まあ、今回ね、ちょっとこうやってね、キリコエクさんでやらせてもらってるので、ウィスさんもね、初めて見た方もたくさんおられると思うんですよね。まあ、そんな皆様と、まあ、やっぱりここでね、1曲やったなと思っていただいて、ぜひね、その後 YouTube で見ていただいたり、SNS をね、フォローしていただきたいなと思ってるんでね、今日ね、こうやって音楽でつながった縁をね、さらにまた SNS とか、Instagram とか、Twitter、そして YouTube もね、やってますので、ぜひそちらの方、まあ、ポスターとかもいろいろあると思うんで、ウィズナー WITHDOM と、ね、ぜひ今日のイベント終わり、ね、ライブ終わりでもいいんで、調べていただいて、ぜひ僕たちとね、これからもつながっていっていただきたいなと思います。よろしくお願いします。ウィズダム大好きって人は何を言いますか？ありがとうございます。拍手を拍手を拍手を。ウィズダム大好きだよって人は何を言いますか？いや嬉しいですね。こんなに大好きだったら、あのそれだけが好きだったの。じゃあもしかしたら今日このライブを見てウィズダムちょっとでも好きになったよって方、拍手もらっていいですか？もらったら一つになるんじゃないですかね。今日のこの万博記念公園のクリスマスマルシェ、一日楽しもうと思っている方に拍手ください。はい、改めてこんな素敵な空間でさせていただいていることでね、拍手もしてますし、はい、これからもね、こういうね、ここの大阪モデルズさんでいろんなね、こういう仕事もやっていくと思うので、ぜひね、こうやって僕たちの、まあ、ライブをきっかけに、そしていろんなアーティストさん、モデルさんとかダンサーさんをきっかけに、こうやってね、この会場で、いろいろなことをね、楽しんでいただけたらなと思いますので、はい、そうですね。なんかこの、はい、こう、なんでしょう、久しぶりじゃないですか、この波を。そうです。フリーライブっていうのがすごい久しぶりで、まあ、路上ライブとか昔やってて、こういう機材を置いて、やってた時の記憶がちょっとこう、蘇ったりして、ちょっとまあエモーションな気持ちにもなるんですけど、まあ、今回、大阪モデルさんと、ありがとうという言葉を通じて、こうやって音楽でつながらせていただくことができて、まあ、ここでライブを、することができました。本当にありがとうございます。ありがとうって大事なことだと思うし、これ、ね、すっごい頼りな話で、自分の話で申し訳ないんですけど、昨日ね、僕、財布を落としたんですよ。そうそう、ウィズダムラインが荒れましたよ。荒れましたよ。財布落としたかもしれんっていうリーダーからですね。そうなんです。で、わりかしその時入ってて、7万円くらい入れたんですよね。いや、確かに正直言っちゃいます、7万円入ってました。わりかしお金持ってます。続けられること自体が奇跡だと思っています。この長さを、やめてる人も
くれるかなと。私このメンバーが乗ってくれてるのも嬉しいっていう、みんなともそうやソロでやってたんで、まあなんかそういう気持ち、ありがとうっていう気持ちはなんかこうメンバーにも大事だと思うし、来てくれてる皆さんにも大事だと思うし、なんかこうつながってくれた皆さんに、本当にありがとうっていう気持ちでいっぱいです。そんな気持ちをね、込めた曲を最後に歌わせていただきます。この曲に全てを連れてます。聴いてください、言葉。
ウィザードと関わってくれた全ての方に感謝いたします。以上、ウィザードでした。